就活するモチベが上がらないっていうのが悩みです。いやでもやりたくないならやらなくていい、 ですよ。あ、お疲れ。お疲れ様です。今日は大学だったんですか？はい、学校帰りです。え、大学はいつもどれぐらい行ってるの？中2で行ってて、火曜日だけ朝から夕方まであります。忙しいですか最近は？そうですね、やっぱ学校の授業もあって、で、ダイアリーの返信もあって、結構毎日忙しいです。この前密着したけど、はい、あの後夏休みはどんな感じで過ごした？もう夏休みはもうオムライス食べてたら終わっちゃいましたちなみに今はどんな感じ？今はなんかスカウトサービスを使って、それでメッセージが来た企業さんを受けたりしてます。そのスカウトサービス以外には何かやったりしてるの？いや、やってなくて、なんかそれも自分からどうやって企業を探したらいいかわからないんで、そういうやり方になってます今。じゃあ就活のお悩みとしては、はい、なんか自分の行きたい企業がわからないとか、そういうのがあるってことか？そうですね。ちなみに今日この後はどんな予定なの？ちょっとカフェに寄って編集とか課題とか就活のイエスとかちょっともろもろ作業してから、その後面談をします。その面談はどうして申し込んだの？なんかすずさん、同じ24卒なんですけど、すずさんが就活を始めたっていう情報を聞いて、ちょっと自分もやらないとなって思ってやり始めました。じゃあ今日はその第一歩としてちょっと相談をしてみてっていう感じですね、はい、そうですね、相談をしてそこからちょっと進められたらなって思ってます。お疲れ。お疲れ様です。何やってるんですか？今は学校の課題をやってます。こうやってなんか設問があって、レポートみたいな感じでやってます。課題も結構忙しいんですか？そうですね、オンデマンドの授業は毎回課題が出るので、それが忙しいです。今日食べるのは何ですか？もちろんオムライスです。みなさん、それは何？これは就活ノートです。愛犬のチロルちゃん。え、それどういうこと書いてるの？ちなみにこれはなんか強みと弱みと、あと志望動機と自己 PR だけをわーって5分前ぐらいに書き出して、もう走り書きで話すことを書きました。今からはガッチ化を考えようと思ってます。ちなみにどういう内容を書こうと思ってるの？違う、やっぱ動画編集のことを書こうかなって思ってます。一番時間を使ったので。ちなみに初期インターンは今どんな感じですか？どういう仕事やってるの？今はもう大阪でリモートで動画編集の業務だけやってます。どんな感じ今？今は素材がちょっと届いて、これ私もいるんですけど、前オンラインで座談会を取ったので、それを今から編集していくかなと思います。お、これから何の予定ですか？今から面談をします。お、どういう面談なんですか今日は？就活の相談ができるエージェントサービスを教えていただいたので、就活の進め方が分かんないってめっちゃ初歩的なことなんですけど、それが悩みなので、それを実際に相談しようと思います。本日あの面談にお越しいただきましてありがとうございます。アイデムジョブタスクループの谷陽介と申します。社歴としては5年目になりまして、中途の人材紹介を3年経験した後、新卒の人材紹介っていうのを2年やらせていただいております。本日はよろしくお願いいたします。お願いいたします。やりたい仕事がなくて、はい、受ける企業を選べないっていうのが今の悩みで、なんかまず何から始めたらいいか教えていただきたいです。はい、困りました。じゃあですね、まあ、学生時代のこう取り組みというところでお伺いできればなと思うんですが、はい、西谷さんはこうこれまでどんなことに学生時代力を入れてきたのか教えていただいてもよろしいですか？はい、学生時代は一番動画編集に力を入れてきました。姉にあの YouTube を誘われて、それがきっかけで動画編集を始めたんですけど、
で、今のお話を伺った中で、なんか西尾さんのいいところでたくさんあったんですけど、まあこれざっくりね、簡単にまとめると、なんかこう目標に向かって、すごく諦めずに、継続して、まあ、努力していけるっていうのが、西尾さんのすごく強みであるかなって私は感じました。なので、強みっていうのを、まあ、活かせるようなお仕事を私の方でも探していければなと思います。はい。じゃあね、求人の、まあ、ご紹介。まあ、こういう業界があるよっていうお話に移っていきたいなと思うんですが、逆に西尾さんから、なんだろう、重視したい条件だったりとか、なんか就活でここだけは譲れないみたいなポイント、もしあればお伺いしてもいいですか？ぼんやりとしたもので言うと、やっぱ人がいいこと。うん、あとはなんかやっぱ残業時間が多すぎるところはちょっと嫌だなって思ってて、できればなんかホワイト企業みたいな感じの方が嬉しいなとは思ってます。はい、あとは競争バチバチよりもなんか仲間とかチームで頑張れるような環境だったら嬉しいです。かしこまりました。じゃあそれを踏まえた上で、向いている業界もしくは職種の見つけ方っていうところに関して、私からアドバイスの方させていただければなと思うんですけど、正直就活始めたばかりであれば全然業界は絞る必要はないと思います。っていうのも業界でこう絞ってしまうと、もちろんね、視野っていうのも狭くなってしまいますし、なんかこういろんな業界を見た上で、まあ比較をした上で、この業界を志望してますって伝えられた方が、人事の方から見てもすごく志望度とか意向度っていうのは伝わるんですね。はい、なのでなんかこう業界で絞るっていうよりは職種で絞っていくっていうのが、まあこの時期はすごくいいかなと思ってます。なのでまあ一般的に多い職種っていうのでちょっとお話をさせていただければなと思うんですけど、大きく分けて3つあるって言われてます。で、1つ目が営業職で、2つ目が接客販売で、最後3つ目が IT のエンジニアです。まあ、西尾さんどれに興味を持ったかっていうのは何かあります？その3つで言うと接客販売が一番興味あります。それは何か理由とかってありますか？ちょっとだけアルバイトしてた経験があるんですけど、その時に接客みたいなのをやった時なんか楽しかったなっていう記憶があるからです。そうだったんです。でアルバイトっていうのはどの期間どんなアルバイトをされてたんですか？3ヶ月ぐらいなんですけど、百貨店のデパ地下みたいなところのスイーツ屋さんでアルバイトをしてて。どんな点にこうやりがいを感じたんですか？まずその空間、デパ地下がまずめっちゃ好きで、もうスイーツが好きなのでなんかその空間そうなんですこの空間に入れるだけでもうなんか楽しいっていうのと、であとはやっぱお客さんと喋るのがなんか楽しいなって思って、 ありがとうって言われるじゃないですか。それも嬉しかったです。なるほど、かしこまりました。私も結構デパ地下とかつい百貨店とか時間があると空間が好きで行ってしまうので、はい、その気持ちめちゃくちゃわかります接客なんですけど、西尾さんめちゃくちゃ向いてると思います。本当ですか？アルバイトのご経験っていうのももちろんそうですし、あとはさっき言ってくれたチームで、ね、大きな目標に向かっていく、まあ、それにね、こうやりがいモチベーションが上がるっていうものに関してで言うとまさにそうで、なんかこう接客って、まあ、店舗の売り上げを、まあ、どう上げていくか、店舗全体が、まあ、どうすれば予算を達成するか、結構こう協力し合いながらその大きな、ね、まあ、目標に向かっていくっていう部分が、西尾さんの、まあ、価値観だったりとか、まあ、やりがいモチベーションにすごくマッチするのかなって私は思いました。確かにめっちゃいいですね。はい、っていうのと、あとね、まあ、興味を持ってくれている以外に、やっぱりこう、アドバイザーとして、興味がないものに対しても、まあ、新しい視野というか、視点をまあ広げていただくっていうところで言うと、意外かもしれないんですけど、はい、IT のエンジニア、意外と向いてると思います。本当ですか？はい、めっちゃなんか、難しそうっていうイメージが強いんですけど。簡単ではないんですけど、今は、まあ、IT の市場がすごく伸びているっていうところと、企業側も経験者の方でなくとも、学べる環境っていうのをお金をかけて整えて、未経験でもこうチャレンジできるような、そんな会社がすごく増えてるんですね。なので、さっき企業を、まあ、選ぶ上で大事にしたいっておっしゃっていた、サポートしてくれるとか、ね、こう手を止めて教えてくれるっていう環境が意外と整ってるんですよ。でさらに、チームで目標に、
向かっていく、まあ、大きな、ね、目標に向かっていくっていうことがモチベーションってお話もされていたので、はい、そう考えるとエンジニアってなんかこう一人で業務を進めていくことってほとんどないんですよ。結構こうチームでこう役割分担をしながら、まあ大きな例えばアプリケーションを作るとかシステムを作るってかなり長い時間をかけて取り組んでいくっていうところがあるので、すごくまあさっき言ってくれたやりがいにも通ずる部分があるので、意外とエンジニアを見てみても面白いかもしれないです。もう自分だったら絶対もうすっ飛ばして見てなかったんで。本当ですか？ちょっと見てみようかなと思います。でもし見てみてちょっと違うなとか、はい、何かそれに対して気になることがあれば、何でもねお気軽にご相談いただければ、それに対して回答の方をさせていただければと思うので、はい、その辺もね視野に入れつつ就活の方頑張っていただけたらなと思います。はい、一旦私から、今日お話ししたかったことは以上になるんですけど、何か西尾さんから確認しておきたいこととか現時点で気になることなどございますか？この11月ね、第一志望群とかそういうのが全くないのって、なんかぶっちゃけ遅れてますか？それで言うと今の時期に全然決まっていない学生さんっていうのはすごく多くって、半数以上の学生さんが軸とか決められていない感じなので、全然ご安心いただけたらなと思ってます。なので時期で言うと、まあ年内に、まあ軸をある程度定めていただいて、まあ、その上で、まあ、早期選考を、まあ、進めている、まあ、中小企業をメインにまずは受けていただいて、3月からですね、大手企業さん の、 情報解禁がされると思うので、そこと比較をして、まあ、毎回だいたい、まあそうですね、4月、5月、6月ぐらいに就活を納得して終える方が非常に多いかなと思うので、安心してくださいね。ありがとうございます。はい、じゃあ本日はお時間いただきまして本当にありがとうございました。ありがとうございます。はい、何かあればいつでもご連絡お待ちしておりますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。はい。みーちゃんお疲れ様です。お疲れ様です。どうでした？実際に面談受けてみて。もう自分の話を聞いてくださって、それに合うやつをもう教えていただいたので、めっちゃ就活が進みそうです。よかったです。ちなみに、はい、なんかエージェントさんってこれまでどんなイメージ持ってました？なんか存在は知ってたんですけど、なんか別に使う気にならなかったんですけど、申し込んでみたらもうめちゃくちゃ良かったです。実際一番良かったなと思うのはどういったところにあった？自分が今まで抱えてた、もう何からしたらいいかわからんとか、自分に合う企業の探し方がわからんとか、そういうモヤモヤがもう一気に晴れました。それでもう一気に就活が進みそうだなってなったのが一番良かったです。実際気になった企業ですか？それは。はい、なんか接客で調べて良さそうな企業があったので、ちょっと応募してみようかなって思います。じゃあ就活これからも頑張ってください。はい、ありがとうございます。まず印象面についてなんですが、素晴らしかったと思います。あ、ありがとうございます。志望動機でよくありがちなのが、なんか春ダイアリーのところで一旦してて、主に営業の方を行っておりました。